ホスニーム・バーラク、ムハンマド・ホスニーム・バーラク、ラテン、文字表記。1928年5月4日体は、エジプトの軍人、政治家。共和制エジプト第4代大統領、第2代エジプトアラブ共和国大統領として、約30年にもたる長期政権を維持したが、2011年の革命によって失脚した。日本では、ムバラクと表記されることが多い。 ミヌーフィーヤ県のカフルエルムスリフ村に生まれた。父は小さな地主で県の法務局で働いていた。父は無薄らくにカイロ大学へ進学することを勧めていたが、1948年の第一次中東戦争が状況を変えた。戦後、アラブ軍の無能力が明らかになり、有能な人材を集めるために中産階級にも将校への道が開かれた。 ムバラクは飛行士の道を進み、1949年に士官学校を優等で卒業した。士官学校を卒業後は市内で勤務し、その後空軍士官学校の教官となった。1956年第二次中東戦争に従軍。1959年2月から1961年6月までソビート連邦で訓練を受け、 各種ソ連機の操縦に就熟した。1959年、スマイナス16爆撃機の飛行隊長に任命され、数年後、旅団長となった。1962年に、北イエメン内戦が勃発すると、無ラクも、派遣部隊に編入され、戦闘行動に参加した。1964年から1965年に、かけて、ソ連のフルンゼ軍事大学で、 商工教育も受けた。1967年の第三次中東戦争でエジプト空軍の軍大学校長に任命され、パイロット数の増員、訓練期間の短縮、4年から2年という課題が与えられた。この成果が当時のガマール・アブドゥルイコール・ナーセル大統領に認められ、1969年空軍大将に昇進し、 エジプト空軍参謀長に任命された。アンワルアイコールサーダーと政権発足後の1972年、空軍司令官兼国防次官に就任。1973年の第四次中東戦争では、イスラエル軍防衛陣地への電撃作戦で戦局を有利に導き、国民的英雄となった。戦後、最高勲章である市内の星勲章を授与され、 空軍元帥に昇進した。第四次中東戦争の初戦における電撃作戦の功績をサダと大統領に評価されたムバラクは1975年4月副大統領に任命され翌年1976年にはソ連の軍事顧問団の追放で密月の消えたソ連との友好力条約の破棄を受けて中祖対立を起こしていた中華人民共和国を訪れて 毛沢東と会見した。武器の調達が目的だったとされ、その後、エジプトから、ソ連製戦闘機のミグ -23 などが中国に、中国からは、中国の戦闘機械マイナス6などが渡った。さらに1978年には、アラブ社会主義同盟に代わって創設された、国民民主党の副総裁となり、サダとの後継者として有力視されるようになる。 1981年10月6日に、サダと大統領が暗殺されたことを受け、10月14日、後継の大統領に就任し、1982年には、国民民主党総裁に正式に就任した。以来約30年間、安定政権を維持し続け、現代のファラオと呼ばれた。大統領に就任したムバラクは、サダとの親米、親イスラエル路線を継承し、 イスラエルとパレスチナの中東和平交渉では、両者の調停役として尽力した。イスラエルとの交渉の結果、1982年4月には、第三次中東戦争で、イスラエルに奪われた市内半島の返還を実現している。冷戦期のムバラクの外交路線は、基本的に西側寄りであるが、サダト時代に摩擦を起こした東側。 アラブ諸国との外交関係の修復に努め、1984年にソ連と関係正常化し、1990年にはアラブ連盟への復帰に成功した。冷戦終結後は1989年に湾岸協力会議に対抗して、イラクのサダム・フセイン、イエメンのアリー・アブド・ラーサー・レハ、ヨルダンのフセイン一世とを結成するも、1990年の湾岸戦争で、 ヨルダンやイエメンが前述の関係からイラクとの戦争に反対する中で8月にカイロでアラブ連盟緊急首脳会議を開いてイラク避難、決議強行し、1991年1月はアメリカ・サウジアラビアを中心とする他国籍軍へのエジプト軍の参加を決定した。また、かつて共にソ連に留学してカイロで訓練を受け、イラクと対立してるシリアのハーフェズ・アサドによる シリア軍の参戦決定にも貢献したとされる。ムバラクは、アサド、サウジ国王、ファハドビンイコール、アブドゥルアズイーズと親密な間柄を築いた。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件ではアメリカへの支持を表明し、イスラム過激派の取り締まりにも積極的であった。こうした、新米、親イスラエル路線は、欧米諸国の高評価につながり、 ムバラクが2000年以降、外貨導入を積極的に図って、エジプトの国内総生産の一定的な成長を達成しうる一因となった。一方、ムバラクは、サダと暗殺を契機に、大統領就任当初から、エジプト全土に非常事態宣言を発令し続け、強権的な統治体制を敷いた。長期にわたる強権体制の結果、 政権の要職は、ムバラクの腹心で固められて人事は硬直し、貧富の差も固定化していった。このような新米、親イスラエル路線、そして独裁政治は、自由を制限された貧困者層による批判の対象となり、ムバラクは何度か、イスラーム主義者による暗殺未遂事件に見舞われた。また、2005年には、2006年1月に、 自国開催されるアフリカネーションズカップ ANC を自身の政権強化に利用するためサッカーエジプト代表のチーム合宿を定期的に訪問し対外試合の勝利後は空港で選手団を出迎えるようになった ANC でエジプトは4大会ぶりの優勝を飾りムバラクの人気低迷を抑える一助となったムバラクの支配が長期化し自身が高齢になると 一万一に備えて次男である国民民主党政策委員長のガマールムバラクに大統領職を譲り、接収させるのではないかという予測が広まっていった。2010年3月には訪問したドイツで痛みを訴え、検査した結果、胆脳に炎症が起きていたために摘出手術を受けるなど体調は優れなくなっていったが、同年12月には国民生活の向上こそ、 最も大切仕事と述べ引退撤回を示唆し、政権継続の意思を表明した。2011年1月に発生したチュニジアでのジャスミン革命の影響を受け、ムバラクの長期独裁に対する国民の不満はついに爆発し、同年1月25日より、ムバーラクの辞任を求める暴動が断続的に発生した。ムバラクはアフマドナジーフ内閣を総辞職させて、 国民の不満を反らせようとする一方、自身の退陣は拒否した。しかし、首都カイロでのデモが拡大すると、ムバラクは2月1日夜に行った国営テレビでの演説で、同年9月に予定されている次期大統領選挙への不出馬を表明し、政権の歴史は30年で終止符が打たれることになった。さらに2月10日には、大統領職の即時辞任は否定したものの、大統領権限を オマル・スレーマン副大統領に異常する考えを表明した。だが、野党勢力はあくまでも、大統領の即時辞任を求める姿勢を崩さず、権限異常表明の翌日の2月11日、スレーマン副大統領より、国営テレビを通じ、ムバラクの大統領辞任が発表された。権限異常など野党勢力に対して、情報を示したものの、最終的には、 内外から高まる辞任圧力に講しきれなかったものと見られている。ムバラクの大統領在職中、ムバラク一家は欧米に無数の不動産や銀行口座を保有し、資産総額は世界一の約700億ドル、約5兆8400億円とも言われた。政変を受けて、スイス銀行、スイス政府は2月11日、国家資産が横領されるのを防ぐため、 一家の銀行口座と不動産を対象に3年間資産を凍結することを決定した。4月12日より一連の騒動でのデモ隊に対する暴力行為への関与、また不正蓄財の容疑で検察による取り調べが開始されたが、その最中に心臓発作を起こし入院。大事には至らず、翌13日には身柄を息子二人と共に拘束された。 2012年1月5日の後半では、革命の最中デモ隊の殺害に関与したとして、死刑を求刑され、6月2日、終身刑を言い渡された。2012年6月11日、収監されているカイロ郊外のトラ刑務所で健康状態が悪化していると伝えられた。6月19日には、刑務所からカイロ市内の軍の病院に移送された後、 意識不明の重体になったことが伝えられたものの、その後体調が回復し、7月16日には刑務所への再終監が決定した。2013年1月13日、エジプトの最高裁判所は、終身刑の判決を覆し、裁判のやり直しを命じた。同じく終身刑の判決を下されていた、アドリモト内相や、 無罪とされていた9人の共同被告人についても載のやり直しを命じた。2013年8月22日午後、週刊先の刑務所からカイロ南部マーディにある軍病院にヘリコプターで移送された。交流先には支持者が集まり出所を歓迎した。2014年11月29日に事実上の無罪となる後半棄却の判決が言い渡された。 この時の大統領、アブドルハッター・フアイコール CC は、ムバラクと同じ軍出身者であり、ムバラクの無罪判決は、軍政回帰したことを内外に印象付けた。ただし、ムバラクは、無罪判決となった事件とは別に、公金を横領した罪で、禁錮3年の判決を受けているため、引き続き拘束される予定である。2017年3月2日、 最高裁でのやり直し裁判で無罪判決を言い渡された。公金を横領した罪で禁錮3年の判決についてはこの時点で、刑期はすでに終了している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。